とうございます、はい、とっても驚くと思います、まあ、私の父が亡くなってからもう37年経ってるんですけれども、だから70周年ということは70年間ですから、そういうものを教えと技とこの2つは持って最初から持っていて、こういうものを元にして人を育てたい、仲間を育てたい、そういう思いはあったんですけれども、この教えを今度は後輩に、今回の、小児憲法創始70周年のテーマ、共通のテーマでもあります駆け足、次の世代、バトンタッチできるように、これからもしっかりと国内はもとより全世界に、アピールしていきたいと思っております。3、十字受け。1回。